飯沼ぬ定吉昭和6年2月12日は、百戸大使、通信技師、軍人。維新後はなおさだと改め、定信省通信技師となる。後に、古州、ことらと合した。軍人としての最終階級は、陸軍隊員。栄天は、正五位、君四等。年齢を偽って、百戸隊に参加したが、戦いにあらず、飯森山にて、他の十九士と共に自陣に及んだが、 死にきれず、命を救われた。維新後は、貞田と改名し、定新省の通信技師として各地に勤務し、日清戦争にも従軍した。1931年2月12日、77歳で、生涯を終えた。改名は、白岩尾院伝ことら貞田子。孤児。楓江7年3月25日、藍津藩、飯沼寺栄和正の次男として、閣内本二の長と三の定官。 大町通りにて生まれる。自衛員は物頭を務め、家四百五十国、家紋和からお式に、違い高羽。母文子は、最後十郎衛門金都市の娘で、玉将という画語を持つ歌人でもあった。家族は、両親と兄の原八、妹の広弟の官美。他に、祖父の久米の親祖母、ひいばば、おじ、下男下女が同居していたという。 ア津藩があろう、最後を頼むの妻千恵子は、父の妹。山川大倉、山川健次郎、大山捨松、山川二原の山川兄弟姉妹はいとこ。10歳で、犯校日進館に入学。二教塾一番組に編入され、15歳で、止め全堂に入った。学業、武術ともに優秀で、白虎大変成人はまだ15歳だったが、長身だったせいもあり。 嘉永六6年生まれの16歳と年齢を1歳、偽って申請し入隊できた。白子市中二番隊出陣の慶応4年8月22日、父の自衛はすでに白川口に出陣、兄の原八も越後口の戦線に出ていたため、母の文子からおごそかな訓戒を受けた。いよいよ午前は訓行のおために神明を捧げる時が来ました。日頃父上よりの教えもあり、 今日この家の門を出たならば、おめおめと生きて、再び帰るような、卑怯な振る舞いをしてはなりません。ついては、武士の子としてめでたい今日の角でなれば、西郷のお祖母様にもおいとごいをしてきなさいと、母より祖母との面会を許された。定吉は、祖母の最後な名穂子を訪ね、花向けの一首を賜った。重木くん、軽き命と指令や指令をそのーの右辺は、 思わで玉章という名号を持つ歌人でもある母は短冊に一種したためた。あずさゆみむかふや崎きは茂げくとも引き仲へ、しそぶしの同級歴8月22日、白子市中二番隊は、との口腹に出撃。翌23日の早朝4時頃、副隊長閣の共同、篠田義三郎の指揮のもとで戦ったが敗走。いい森山にいたり、城に戻り戦うか、 敵の側面をついて反撃するか等の議論の末、敵に生け取られることを避けるべく一同は、自陣を決意した。定吉も、皆に遅れじと喉に脇差しを突き立てたが死にきれずにいた。彼を救出し、解放したのは、微録の合図藩士、ンで新造の妻発と言われている。初には、定吉と同じ年頃の息子がおり、その子が鉄砲を持って、家を出たまま帰らないので、心配して、 飯森山に探しに来たところ、まだ息のある定吉を見つけたという。その後、医者を求めて、塩川にたどり着き、大宮という醸造業を営む深田文内宅に、かくまわれた。翌朝、町医者の三本十案が手当てしたが、夕刻には、長岡藩の軍医、安倍総達、吉見雲来が治療し、一命を取りやめた。その後、新政府軍にとらわれ、見込みがあるとして、 長州藩士の奈良崎雷蔵に引き取られる。雷蔵は彼を長戸国へ連れて帰り、東厚町小杉の省や貢献家に預けて庇護したが、合図方にも長州方にも養育していることが知られると不都合が生じるため、飯沼の母に生存のみを知らせ、自らの家族や縮み以外には存在を秘匿した。当初飯沼は何度か自殺を思い立ったが、 ある日雷蔵に行き直すよう解き伏せられ、勉学に励むようになったという。その後、定吉は、佐田夫と改名し、明治3年静岡の林三郎の塾に入り、後の海軍大将、では茂藤らと共に学ぶが、翌年藤沢次県の所生となり、明治5年に、後部省技術協場に入所、伝信技師となり、同年10月5日には、赤間関に赴任。その後、 国内各地での勤務を経て、1885年に、工部省が低新省に変わった時には、新潟に勤務。1891年、広島電信建築区電信建築庁に就任、2年後には、東京郵便電信局勤務となり、翌1894年には、日清戦争のため、大本営付となり、技術部総督として出征。この間、 1892年6月18日付で、戸籍訂正し、少年を真実の加盟7年に改正している。1905年、札幌郵便局公務課長となり、1910年に仙台停信管理局公務部長に就任、日本の電信電話の発展に貢献した。聖五位、君四等を受賞、合図会の会員でもあった。 飯沼貞夫は1881年に広島藩士、松尾蓮太郎の娘蓮と結婚。1882年に長男和夫、1885年に長女裏ラ1897年に次男一生と三人の子に恵まれた。しかし、和夫は日露戦争に出生して帰還した直後の1906年に札幌で亡くなった。原因はセキリという。 一世は、北海道出身の佐田広広子と結婚し、三男かずめに恵まれた。なお孫に、石巻赤十字病院院長、飯沼和弘、国際医療福祉大学大学院教授、飯沼和弘、老いに、大正期から昭和の終戦直後にかけて、内務官僚、貴族院議員などを歴任した、飯沼一章がいる。退職後も仙台に住み続けた。 晩年は、合図三年会のメンバーとなり、秋月万由紀子に和歌の指導を受けた。1931年2月12日、仙台にて永民。墓は、同市内のリム王子にある。死後もしか民のものを合図の方へ持って葬りたいという話があったら、これをやれと、次男、一生に紙と抜けた刃を収めた箱を渡して遺言した。 現在、飯森山の墓地に収められているのはこの遺発と、歯である。1957年9月、母親戦争90年祭の時、前島海の手で飯森山に墓碑が建てられた。定吉は、白虎隊のことを一部の鹿以外にはほとんど話さず、子孫も一部の鹿の実に資料を委託した。定吉を預かった、長州の貢献家と、奈良崎雷蔵の遺族が定吉の身の上話を密かに、 子孫に語り継いでいることが2000年以降に分かり、東京都世田谷区に住む定吉の孫の飯沼和元と交流した。定吉の身の回りの世話をした、後見家の娘ふさが孫子に語り継いだ話によると、奈良崎雷蔵を囲む縁の際、村人の一人が定吉に生きていてよかったの、と言ったところ、定吉が、 土間に飛び降りて自決しようとしたため、奈良崎が定吉を別室に呼び、今、日本には外国船が押し寄せており、合図、長州と言っている場合ではない。日本人は団結して、国を強くしなくてはならず、その担い手は若者だ。国の役に立てる、よう勉強せよと悟し、以降定吉は一心不乱に勉学に励んだという、奈良崎家でも、 定吉の話は密かに語り継がれていた。学ぶ機会を与えられた祖父にちなみ、孫の一元は NPO 法人、海の会を設立し、東日本大震災の維持に返済不要の奨学金を与える活動をしている。飯沼貞男が読んだ歌を三首紹介しておく。皇太子殿下の飯森山行刑を聞きて、火の巫女のおかけや吹きて若さ散りての後も春を知るん。 祝節小姫喜びを交わす言葉に同様蘭いい。森山の苔の下にも、王子女夢杉しよは、夢かうつつか白雲の空に浮かべる心地こそすれ。ありがとうございます。